森田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今日はどこに注目して振り返りを行っていきましょうか。はい、今日は関東でお願いします。はい、関東地方ですね。はい、それではいただいたウェザーリポートを確認していきたいと思います。こちらがですね、千葉県千葉市山岸区で、はい、これ私のリポートですね。うん、雲が黙々、あまりにも見た目がご飯すぎるといただきましたこれすごく今日気になったんですよ。黙々と背の高い雲があって、はい、もう山盛りご飯そのものだなっていうような形状だったので、あまりの迫力でもう一言これをリポートしてしまいましたけれども、さすがですね今日はですね、私の周りでもこう街行く人たちがこう空の写真撮っている方もたくさんいらっしゃったので、それだけ気になる雲だったんだなっていう印象なんですけれども、うん、はい、まあ、今日は関東地方ちょっとこういった雲が多く見られていましたよね。そうですね、うん、はい、朝から行くと晴れてたような感じなんですけれども、はい、ちょっと朝から少しムシッと感があって、うん、なんか夏っぽいなという感じしてたんですけど、はい、って言ってる間にこうあちらこちらにもくもくした雲が出てきたんですね。うん、はい、はい、ということで、先ほどご覧いただいた雲をもくもくした感じの雲、山岸さん的にはおにぎりのような雲をですね、あ、ご飯です、あ、ご飯ですか、失礼しました、はいはい、こういった雲もですね、このあと、はい、今16時40分ですけども、うん、このあと進めていきますと、あの雲がまた大変なことになってくるということが分かります。うん、切り抜きチャンネルをご覧の皆さん、ありがとうございました。ウェザーニュースのアプリのダウンロードもよろしくお願いします。チョキチョキ。こっちもいいですよ。ダサい。なんでダサいって言うんですか。なんでダサいって言うんですか。ダサくないでしょう。